和歌山県の情報をお伝えする紀の国21、テレビ和歌山アナウンサーの佐藤瑞穂です。さて今日は仁坂知事がさまざまな分野で活躍する方をゲストに迎えてお送りする知事と語るリラ創造芸術高等学校校長の山上典子さんをお迎えし、人間力を育む教育をテーマにお話を伺います。ではご覧ください。ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。山上先生は平成19年にリラ創造芸術高等専修学校を設立されまして、はい、平成28年からはリラ創造芸術高等学校の校長として、はいはい、教育に活動されていらっしゃるわけなんですけれども、はい、まずはですね、はい、学校を和歌山の、はい、君野町真国の方でしようと思われたきっかけは何かおありだったんですか？はい、もともと大阪の方で、はい、最初は中学校の体育の教師だったんですけれども、はい、そこからダンスの教室を始めまして、うん、でそのダンスの魅力に取りつかれまして、そしてそれを子どもたちに伝えたい、教室と同時に小学校から大学までのいろんな学校へ行かせていただいたんですね、はい、で私も舞台に立たせてもらって、はい、舞台から多くのことを学んだんですけれども、子どもたちがその舞台を通してもう本当に乗り越えていくことであるとか、みんなで協力しながら作り上げていくこと、そして最後はこう感動して、で感謝の涙を流す、そういったことをこうたくさん見せてもらって、これは教育学校というところの大きな柱になると、そのように、確信しまして、はい、それでそのご縁のあった和歌山に学校を作ろうと思ったことです。教育方針が人間力、はい、それから生きる底力を身につけるということなんですよね、はいはい、舞台を通してですね、私が一番学んだことは本当にしんどい時にこうどう乗り越えていくか、また創作するということがもうゼロから何かをこう作り上げていくという時にもうやめたくなったり逃げ出したくなったり、もうそういうことがもうたくさんあるんですけれども、それをこう自分で乗り越えていったり最後までやり遂げたり、またその時に多くの人が助けてくれたり、そういうことをこう繰り返しながら進んでいく、でその作るということのエネルギー、そういったものにものすごく大きな人を育てる力があるなと、そのように思ったことです。そして先生方もプロフェッショナルの先生方を揃えられて、はいはい、そのプロから教わるということをなさってるんですよね、はい、子どもたちがやはり小さいうちから、いろんな本物のことをこう見たり聞いたり、はい、体験したりということがすごく大切だとまず思ってることと、そしてその、プロの人たちは乗り越えてきてると思うんですね、はい、この舞台の上で笑顔でこう踊ったり歌ったりできるまでにはもうたくさんの本当に悲しかったこと、悔しかったこと、辛かったこと、そういったことを全部経験してきて、その経験の上にその笑顔があること、はい、そういったことを教えてやってほしいと思うんですね。技術もさることながらなんですけれども、そして何かこうぶつかった時に乗り越え方を多分すごくたくさんご存知だと思うんです。その時に道は1個じゃないよ、360個あるんやでと、それを今この子にはこの角度のことを言ってあげたらいけるやろなっていうことが多分お分かりになられると思う。そういう大人が周りにいることって本当に子どもたちにとって大きいんじゃないかなと、そのように思ったからです。大阪ご出身の山上先生が、はいはい、君野町に学校を作ろうと思われたのは何かありますか？はい、和歌山の持つその何て言うんですか、木々の生き生きとどんどんこう天に向かってこう育っていくエネルギーとか、こう風の声であるとか、その自然の持つ本当に優しさとか、そしてエネルギーですね、そういったものが和歌山にはあると
すごく感じたんです。四季折々の季節の流れの中に、そしてその命の循環の中に子どもたちを入れて、そこで教育活動したい、そのように思いまして、はい、まず和歌山っていうことを思ったこと、それと元気なお年寄りの人がそこにいて、その人たちから教科書では学べない知恵ですね、はい、生きる知恵です、はい、いろんなことを経験してきたからこそ身につかれた知恵を教えてほしい。そのためには子どもたちと関わる機会がいると思ったんですね、で、あの真国宮には本当に元気なお年寄りの方がたくさんいらっしゃって、あの子どもたちに朝も声をかけてくださる、はい、子どもたちはあの自分の家に帰る時もなかなかこう挨拶をしないと、何万人にも会うけれど も、 でも都会ではね、都会では、はい、でも真国宮の寮から学校までの間にたくさんの人が今日は元気か、今日はどうやって声かけてくださることでなかなか学校にたどり着かないって言うんですけれどもでも顔が見える距離に、その関係性があることで子どもたちは決してこの人たちを泣かしたあかんって言うんです。悪いことしたあかんってちゃんと子どもが言います。だからあのこれでよかったなと、あの場所で大正解と思っています。さあそれではここからリラのこれまでの活動について少しだけお伺いしたいんですけれども、はい、あのまずリラといえば、はい、女の舞を復活させたことで大変有名なんですが、これについて先生教えていただけますか。はい、まあ、私たちあそこに行かせていただいた時に地域の人がとてもね心配されたと思うんです。よその人が来てどんな子どもたちが来るんだろうと。でその時にあの長老たちが学校の日が消えるっていうのは本当寂しいことやと、時計の針が止まることも本当に寂しいやと、また学校が来るっていうことで応援してあげようって言ってくださったんですね、はい、じゃあ私たちもできること、はい、いうことでまずは神社のお掃除を始めて、今11年間週に1回ずっと生徒が続けてるんですけど、はい、でそのうちに秋祭りのおみこしを担ぐお手伝いをし、隣の今は町の、 あの獅子舞にも生徒は先週も行ってきました、はい、でそうこうしてるうちに女の舞がもう人がいなくて途絶えてしまってるんだというお話をあの長老が言いに来られたんですね、でなんとかこの復活を、はい、このリラでできないかというご相談をいただいた時にとても難しい文書だったんです。何が書いてあるか分かんないぐらい昔の文字で、それであの意味も分からない、はい、うん、でこれどうしたらいいんだろうと言って一期生が調べたんですね。そしてまた県の文化遺産課の先生もちょっと助けてくださったり、で地域の長老がこれは口伝やねんと、あ、いつ伝えできんやということで来てくださって、あの実はわしは下手くそなんやけど歌ったる言って横で歌ってもらいながら、その意味を紐解いて、そしてあこれは田んぼを植えるところから稲作を刈り取るまでの狂言なんやということが分かったんですね。で私たちもこれはやっぱりやらんと分からないから、うん、で生徒たちが田んぼを借りて地域の人たちと一緒に田植えをして、そして手植えをして稲刈りもして、であこういうことなんやな、はい、やってみないと分からない、何でも経験しないと分からないからいうことで、そうして作り上げたんですね。で発表して、で今もあの旧暦の1月7日ってとっても寒いんですけれども、まあ、その時に地域の人も来てくださって、はい、で真国のお宮にねあのみんなで奉納するんです、そしてあの地域の豊作を祈る、うん、あそういうことなんやなと、大事な伝統やなと、はい、これを教育として伝えていかなあかんなと、生徒は変わります毎年卒業してきますから、でもきちっと伝えていく、伝統を伝えていくということをあの今もさせてもらってます。わあ、それは地域の方々にとっても本当に嬉しいことですよね、はい、私たちも嬉しいですし、あの生徒もとてもたくさん、まあ、やっぱり学びがあるんですね、うん、で獅子舞に入ってもね、はい、あのゲートル舞
ったりとか白いパッチ履いたりするんですけど、最初恥ずかしいよって男の子がこうおじいちゃんに教えてもらってねやるんですよ。でおじいちゃんたちも来てくれるんです学校に。でとても90歳のおじいちゃんがその時ものすごく元気になるんです。こういうことなんやなと、ちゃんと順番に結ばれていくこと伝えていくこと本当に大切なことだなと生徒たちも感じてると思います。はい、知事今のお話なんですが、はい、若い生徒たちが地域の伝統芸能を継承しているいかがでしょうか。はい、素晴らしいですね。一般にですね和歌山県は中山間地域で、なかなか人口も少なくて大変なところがいっぱいあります。でそういうところでですね、皆さん一生懸命生きておられるんですよね。でそこのその生き方を応援せないかなということで、過疎集落、活性化再生支援事業とかね、そういう名前、これはついた事業ですけど、その後ね、総務省が真似をして、それで自分の事業にしちゃったぐらいなんですけど、和歌山県はちょっと違うのは、3年間コミットしましょうという形で、支援していくんですけどね、この君野町の真国の地域では皆さんがこれだって言ってね、でこの芸術を生かして、村おこしをしましょうというのをこの事業に指定をして、それで少し応援をさせてもらいましたね。でそれも県がこれやれっていうんじゃなくて、子どもたちとそれから地域の人たちが一緒に相談をして、こういうことをやったらよかろうなということを言ってきてくださったから初めて応援できたんですね。だから本当に素晴らしいことだと思います。そうですね。そしてリラではですね、世界民族祭というのを平成21年から続けていらっしゃいますが、これについて先生どんなものなのか少し教えていただけますか。まずその今この世界中でいろんな戦争や紛争やが起こってるんですけれども、どういうふうにしたらこう本当に国境をなくすことができるのか、地球という一つの星の中で暮らすものとして、みんな親が大事だし子供も大事だし同じ思いなのにこう戦争が起こる、じゃあ私たちのできることは芸術の学校として歌と踊りと表現と、そういったもので一緒にここで結びたい、つながろう、っていうことを目的に始めたんですね。去年は7000人の観客の方がお越しになったと聞いております。民族ってつけたのは、そのきっとそれぞれ一つの国の中にもたくさんの民族があって、いろいろな思いで大切にしてることがあると思うんですね。私たちも大切にしてる日本の文化、日本の思いというのがあって、そういったものを本当にこれは大切なんだよと、自分でも誇りに思いたい、子どもたちに誇りに思ってほしいんですね。自分の暮らしてきたこの国とか、この和歌山県を、そして私たち今住んでるところは過疎ですけれども、テーマは過疎から世界なんですね。過疎から世界へというのをテーマに動いてまして、でこの過疎の町なんだけど、こんなしてみんなが機嫌よく一緒に子どもからお年寄りまで暮らしてるんやと、何よりも生きていくこと、ここでこうして暮らしてることを見てもらいたいし、一緒にこなして楽しんでることも見てもらいたいし、そして来てくださった人を最大限おもてなししたい、その日なんです。また来月になりますか、11月にまたこの今年の世界民族祭が行われるんですよね。そうです、9回目になります。どんなふうになりそうですか。今年は2日間させてもらうんですけれども、1日目は地域の人の自分たちのパフォーマンスを見せてもらう日、で次の日に世界の人たちが来て、そして世界のいろんな食事とかもブースも出る、でいろんなパフォーマンスを皆さんそれぞれの国のパフォーマンスをしていただいたり、私たち日本人も日本としても出すんですね。でそれと今年の一つの大きなテーマはチルドレンステージといって、子どもたちの祝祭の横にもう一つ三里ホールがありまして、そのホールを使って、子どもたちのステージを開くんです。
でそこに 今回はカンボジアからクックマ孤児院という孤児院の子どもたちが伝統芸能をやってるらしいんですね、はい、その子どもたちを23名お呼びすることになってて、でその子たちは今猛練習してるらしいんですけど、日本に来て、そして私生徒たちとも交流し、でパフォーマンスを見せてくれる。で和歌山児童合唱団さんも日本そういう和歌山を代表して歌を歌ってくださる、でもう一つそのプロフェッショナル劇団四季や宝塚のことを今、はい、和歌山の子どもたちと一緒にミュージカルを作ってるんです、はい、そのミュージカルはを発表する、うん、今ちょうど作ってる最中です。楽しみですね、はい、その子どものステージを今年はプラスして行きたいなと。だんだん発達してきました、ね、発展してきましたね。場所もね、元は学校の中でねやっておられたんですが、はい、ちょっと広いところへ行かれて、はい、でますますでかくなって、これすごいですよ。そうですね、うん、知事も期待が高まりますね。私はねやっぱりこの意義をね、はい、誇るべきだと思いますね、うん、なんせ今山上さんがおっしゃったように、はいはい、理想をね、その世界はみんなこれから仲良くせないかんと、うん、みんなそれぞれ個性があるけれども個性を尊重しながらに仲良くしなきゃいけない、うん、この思想をですね、しかも、うん、こういったなんですが和歌山県の紀美野町の真国しかね真国発ですけどそういうところからもうみんな考えて発信してんだと、これはね驚くべき、はい、立派なことなんですよ。うん、そうです、ね。はい。で、そういうことをね、私たちも、はい、私もね、はい、わーっと言い募っていかないかなというふうに思うのとか一つと、うん、はいはい、もう一つはね、なんせ世界中の料理が出るんですね。そうです。これがね、ものすごく楽しい。いや、そんな楽しいイベントが11月11と12日の2日間、はい、今年も開かれるということです。はいはい、さて知事、はい、山上先生といえば、はい、和歌山国体で大変お世話になったそうですよね。そうそうそう、もうご家族でお世話になっちゃったりしてで、ね、まずね、キーちゃんダンスというのがあるでしょ、はい、あんな立派なダンスなんですけど、あれをね作ってくださったんですよ、はい、振り付けを考えてくださったんです。で、あれでまあみんなでわーっと踊ったりしてね、やってきたんで、あれ良かったと思うんですね、それからね、今度は国体の本番の時に、はい、式典前演技っていう開会式の時があるんですね。ありました。でその時にリラの方々が、第一幕山の道のところかな、はい、そこで巡礼さんになったりね、して随分、はい、出ていただいたんですね。それからね、女神さんにやってもらって、山上さんのお嬢さんのアマトリーガさん、はい、宝塚トップスター、はい、これがね出てきて、で全体のストーリーテラーをやってくれたんです。ナビゲーターっていうんですかね、はい、やってくれたんですよ、はい、これも感謝感激ですね。それからこれ国体に必ずしも関係しないんですけど、はい、和歌山エクササイズダンスっていうのも作ってくださって、はい、でこれは子どもたちが、まあ、一種の運動として、あるいは体操としてね、あれは体作りとして子どもの頃にやったらいいよねと、教育の現場でね、はい、というようなことで作ってくださったんですが、これなんかが多分聞いたと思うんですけど、はい、和歌山県の 初等中等教育の体力のレベル、うん、これがうんと上がったんです。あ、ほとんどビリだったんですけど、あまり良くなかったですね。どちらかというと上位3分の1ぐらいのところに行った、これのおかげではないかと。あ、そうです、ね、思いますね。先生ご自身は和歌山国体の思い出はありますか？はい、本当楽しかったです、うん、振り付けを考えさせてもらって、はい、子どもからお年寄りまで皆さんが踊れるダンス、それでいてとっても元気で、はい、リズム感があってはつらつとしたダンスにしたいなと思いまして、はい、で本当にそれがまた今もまだ踊ってるというふうに聞くこともありますので、はい、嬉しいなと思ってます。あれまたね、2年後に年輪ピックがあるんです、うん、そうです。で年輪ピックの開会式に、はい、この間やったヒット商品ありますね、はい、キーちゃんダンスもそうだし、それから明日へとっていうんですけど、はい、ああいうのもですね、みんなもう一回ね、うん、出して、はい、
なので大開会式をやりたいと思ってますね。あ、そうですか、またふつふつとアイデアが湧いてきました、ね、なるほど、楽しみですね、さて山上先生のいろいろな活動を伺いましたけれども、はい、教育方針の人間力、これについて少し詳しくお伺いしたいんですが、本当にこう子どもたちを見ててですね、結局最後は社会でどう生きていくかだと思うんですね、はい、で自分で自分の道をこう決めて、そしてへこたれず諦めず行ってもらいたいと思ってるんですけど、それには諦めない経験、乗り越えた経験、みんなと一緒に作って感動した共感した経験、人に優しくした経験された経験、そういう経験がいると思ってるんですね、はい、私はその場を作ることだと思ってるんです。結局子どもたちがやっぱり経験してないと教科書だけでは難しい、はい、いかにそれをこうする子どもたちが乗り越える方法、はい、そういうことを乗り越えてきた人が伝えたりできる場を作っていきたいと思うんですね。でそれを経験してきた子らが最後は自分の人生ですから、自分の人生を自分で組み立てて、はい、あかんかってもまた違う道があるいうことを自分で考えれる、はい、そういう子どもを育てたいと思っておりまして、はい、生きるそこには底力がいるなと、ちょっとしたことでは諦めない、はい、その時に大人がちょっとだけお水を飲んでもうたり、ちょっとだけ飴を渡したり、ちょっとだけお尻を叩いたり、そういうことしながらゴールまで持っていく、はい、それを経験してきた子どもが今後この和歌山を私は支えていく子どもらになると思うんですね。この和歌山で育てたいと、で自分のこの和歌山で育っていろんなことを教えてもらった子らが自分のまず地域を誇りに思える子、そしてそれを自慢できてどうよと、もっと和歌山に来てねって言って新しいことを創作して作って伝えていける子ども、そういうことを身につけた子ども、それが人間力のある子どもじゃないかなと、そのように思ってます。知事はどのようにお考えですか。はいはい、大変深い言葉でしたね、はい、教育っていうことをまあ考えると、3つぐらいのことがいると思うんですね、はい、目標として、で1つはね、まあ、詰め込みとかなんとか言うんだけど、いろんなことを教える、知識も教えるし、はい、それから生き方も教えるし、運動の仕方も教えるし、もういろんなことを教えるということはものすごく大事なことで、教えないでもいいんだというのは間違いだと思いますね、ちゃんと教えればいい、はい、で2つ目はね、やっぱりいい人を作るということだと思うんですよ、信頼されるようないい人を作る、はい、あの人いい人だなと思うような人を作る、そのためにはやっぱり道徳教育をちゃんとやらないかん、はい、ということで人の道をちゃんと解いて、で考えさせて、ということも大事なんで、それが2つ目に必要なことです、はい、で3つ目はねもっと難しくて、それが山上先生がおっしゃった人間力だと思うんですよ。でこれもねよくいろいろ分析して見ると、多分ね3つのことが必要だと思うんです私はね、はい、自分で考えて、で自分で行動してやってみて、そしてね最後はそれが社会のため自分のためにもなるというね、この3つ要素が必要だと思う。で最後の点から言うと、自分で考えて自分でやるだけだったら悪いことを企んで悪いことをしても、ですよね、そんなの本当の人間力じゃありませんよ。やっぱり自分も立派な人に成長していくとともに、その他の人も幸せにしていくようなものを作り上げていかないといけないですよね。でそういうことを目標にしながら、どうやったらそうなるかなと、そしてそれを実際に行動に移したらどうなるか、ね、まさにニラ創造芸術、創造がついてる。そうですね。でこうやって踊りなさいって言って、はい、上手に踊るとか、表情をこうしなさいっていうんだけじゃなくて、自分で考えながらそれやっていきなさい、はい、本当これで人間力をついていくんじゃないかなというふうに思うんですよ。素晴らしいですね。そうですね、はい、
はい、いろいろとお話を伺いましたが、はい、山上先生ではですね、はい、最後に皆さんにメッセージをお願いしたいんですけれども、いかがですか。はい、今、はい、いろんな活動を本当に和歌山でさせていただいてて、で私のやっぱテーマは子どもたちなんです、はい、で子どもたちにが自分の未来を切り開いていくお手伝いをしたいと、はい、そのようにずっと思っておりまして、で、まあ、学校もそうですし、そしてその学校を一つその枠を外れて、今ミュージカルとか和歌山の子どもたちが集まって、そしてその発表する機会を作ったりとかっていうことをしてるんですけれども、きっと今演劇とかミュージカルって言ってますけど、多分こういう経験をしてきた子どもたちは多くの人から教えてもらって感謝も学びますし、そして一緒に作り上げていくというその努力や苦労や、そしてそういうことも学んだ、そんな子どもたちは多分ミュージカルや演劇、歌、踊りだけじゃなくて、いろんなところでも別のところでもそれを生かすだろうなと思うんです。そういう子どもたちを育てていきたいし、でなおかつ和歌山を自慢する子ども、そういう子どもがここから育っていてほしいなと、それをみんなで、大人みんなで作り上げていければ嬉しいなと、そのように思っております。お忙しいところ本当にありがとうございました。ありがとうございました。いい話でしたね。したはい、以上、知事と語るをお送りしました。では今週のプレゼントです。有田川町の荒木島の米を3人の方々にプレゼントします。それではプレゼントクイズです。知事と語るのテーマは1番食育、2番教育、どちらでしょうか。ご希望の方ははがき、またはきのくに21のホームページからご応募ください。はがきの宛先はテレビ和歌山きのくに21係です。応募の際はご覧の必要事項をご記入ください。締め切りはどちらの場合も11月1日水曜日必着です。続いて先週放送のプレゼント、友淵の黒豆の当選者です。答えは1番の子育て支援でした。当選されたのはご覧の方々です。おめでとうございます。きのくに21、来週は民生委員制度創設100周年についてと、スポーツに親しんでもらうことを目的に開催された和歌山リレーマラソンを紹介します。来週もぜひご覧ください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。